はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はね、妖怪ウォッチ3とのコラボイベント、ノースピスタ地区の隠しステージ1つぶやき、こちらやっていきたいと思います。もうすでにね、1体はゲットしているのですが、ミッションの方でつぶやきの技レベル2にすると一つ星コインがもらえるということで、早速やっていきたいと思います。使っている妖怪はこんな感じで、コマジロー S、 そしてジバニャン S、 ふぶき姫、そしてキュン太郎とイケメン犬を入れています。キュン太郎イケメン犬はね、懐きやすさを上げるスキルがあるので、妖怪をね、仲間にしたい時には非常に有効だと思います。さあ、これでやっていきましょう。あとね、動画の後半では好物のね、ピザを使った時にゲット率がどう変わるのか、そのあたりもね、ちょっと見れたらいいなと思っています。さあ、やっていきましょう。さあ、フィーバータイム必殺技順番に出していきましょう。もうすでにキュン太郎とイケメン犬のスキルは発動しているので、これでね、一応懐きやすさは上がっているはずです。さあ、フィニッシュです。おっと、来ましたね、つぶやき2体目ゲットすることができました。まあね、つぶやき E ランク妖怪なので、それほど落ちにくいということはないと思います。さあ、つぶやき友達になりました。技のレベルアップです。さあ、ミッションの報酬いただいていきましょう。一つ星コイン、これは嬉しいよね。またね、ガチャ回していきたいと思います。さあ、次のミッションはつぶやきの技レベルを3、青色コインがもらえます。さあ、好物のピザ与えてみましょう。まあ、一番安いやつですね。まあ、ただね、今ピザがね、ショップの方で買えないので、ちょっとね、ドロップで入手するしかないという、そのあたりがちょっとね、嫌だなという感じはしますけども、まあ、そこそこピザ落ちるのでいいかと思います。さあ、若干ね、先ほどと妖怪のメンバー変えました。大人界、そしてトムニャンを入れています。大人界はね、 A ランク妖怪、攻撃力アップ57ポイントということで、まあ、そこそこ使えるかなという印象ですね。そしてトムニャンはランダム消しですね。さあ、夏木スキル発動しました。これで夏木やすさかなり上がっているんじゃないでしょうか。さあ、大人界からの攻撃力アップ、そして今回の主役トムニャンランダム消し、そして吹雪姫いきましょう。まあ、今回ね、このつぶやきゲットにちょっと周回している間に、まあ、ワイマネーもね、ついでに稼げたらいいかなと思っています。さあ、倒しましたが、ここはなんだ、これはアイテムだぞ、アイテム来ましたね。ガーリックチキンピザゲットすることができました。まあ、これはこれで嬉しいよね。この辺りも使ってみたいなと思います。さあ、次はね、どうしようかな。好物のアイテム使いましょう。こっちの高級なね、ピザの方を与えてみましょう。先ほどよりも懐きやすさかなり上がったんじゃないでしょうか。さあ、まずはフィーバータイム目指して、そうですね、懐きやすさを上げるためにキュン太郎とイケメン犬メインで合わせていきましょう。さあ、イケメン犬スキル発動。今ね、イケメン犬のスキルレベルが3なので、懐きやすさは78ポイントですね。ちょっとね、これが78ポイントっていうのが確率でいうとどれぐらい上がっているのかっていうのはね、ちょっとわからないんですけども。さあ、大人界溜まりましたね。フィーバータイム入りました。ただちょっとキュン太郎も発動させたいので、ちょっと一旦このフィーバータイムは見送りましょうか。まあ、それでもね、余裕でこのステージ自体はクリアできるでしょう。あと、キュン太郎とイケメン犬がもう1回ぐらいずつ出せそうな雰囲気ですね。ちょっと倒せちゃうかな、微妙ですけども。あ、溜まりました、キュン太郎いきます。キュン太郎が今スキルレベル5で、夏木のポイントが63ポイントですね。さあ、そしてもう1回イケメン犬、これでもうかなり夏木やすさ上がっていると思います。さあ、大人界からのトムニャン、さあ、これでフィニッシュです。おっと、来たね、つぶやき来ました。
さあ大人界のレベルも上げておきましょう。さあつぶやきと友達になりました。さあこれで技レベル3になりました。さあ報酬の方いただきましょう。青コイン。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。